はい、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。今回はアーツオブアイアンホーク現代モッドロシアプーチン編続きをプレイしていきたいと思います。 NATO 軍と全面戦争状態に入っているロシア、そして中国陣営なんですけども、一進一退の攻防を続けていたこの欧州方面の戦線、ここは変わらずですね、 NATO 軍と激戦を繰り広げているんですが、アジアの戦線で激震が走っています。まず韓国が NATO 軍の支援、これを受けて北朝鮮領へ侵攻、すでに北朝鮮は降伏しています。さらに台湾も NATO の支援を受けて中国本土へ上陸、進撃を続けているという状況です。これまでロシアはもちろん中国軍もですね、東シナの沿岸やあるいは欧州方面に戦力を振り向けていたので、この電撃的な韓国台湾の攻撃にうまく対応できずに戦線が悪化しているという状況です。今回はこれを受けてですね、ロシアも全く余剰の兵力はないんですが、スペツナズを投入して、まずは中国本土に上陸してきている台湾、そして NATO 軍の撃滅を行っていきたいと思います。ではゆっくり時間を進めていきましょう。ここがですね、台湾軍の、動きが早くて、中国軍がもろくも崩れているっていう状況が顕著になっています。状況が悪化する前にですね、火消しをしておきたいなというところですね。ウラジオストクなんですが、ここにも敵が迫ってきてますね。ただこれを、支援する戦力がすでにない状況なので、日本から撤兵せざるを得ないかもしれないですね。日本から、ちょっと一度軍を引き上げて、ウラジオストクの防衛に専念しましょう。非常に残念ですけど、これはもうしょうがないですね。続いてトルコの方なんですけども、前回 NATO 軍にトルコが攻められているのを支援するためにスペツナズを送ってトルコを再度解放したんですが、先ほどご覧いただいた通りスペツナズは中国方面に振り向けたので、再びトルコが NATO 軍の攻撃を受けています。これを支援する余剰兵力がもうロシアには残ってないので、トルコは残念ながらこのまま自力で対抗してもらうことを、祈るしかないという厳しい戦況になってます。欧州方面見てみると、フィンランドに、定期的にね、やっぱりアメリカ軍が上陸をしてくるというのは変わらずですね。ただ、孤立させることができる戦力に関しては確実にこういうところでね、アメリカ軍といえども削っておきたいと思います。ではここで NATO に加盟したモルドバ、これを先に撃ちたいと思います。そのために欧州、特にルーマニア戦線から一部の部隊を引き抜く形になりましたので、持ってくれるかどうかっていうところですね。これ持たないとモルドバの戦線でモルドバを打倒する前に欧州、ルーマニア、ポーランド戦線が崩壊するっていう、そういうリスクもあるので、一刻も早くですね、ここは包囲の憂いとなっているモルドバ、これの撃滅を行っておきたいと思います。トルコなんですが、イタリア、イスラエルの猛烈な攻撃を受けて、脱落しそうな感じがしますね。トルコ軍は、この中国ロシア陣営の中でも中核を担う、主力と言ってもいい国だったんですけども、その一つがご覧のような厳しい状況になってます。イタリア、ドイツ、アメリカなんかも入り込んでトルコがピンチですね。残念ながらこれ救う手立てがもうないという状況です。アジアの戦線も本当に中国があっけなく崩れていってますね。
ロシアはかろうじてウラジオストクをまだ、維持してるんですけども、このままアジアの戦線、中国が敗退を続けるとウラジオストクの維持すらも難しくなってくると思われます。でスペツナズを投入した、戦線に関してもですね、上海の奪還は愚か、逆に押し込まれるという悲惨な状況になってます。さて、欧州戦線なんですが、突破されてしまいました。ついに、均衡状態を保っていた、ポーランド、ルーマニア戦線のうち、ポーランド戦線で敵の突破を許してしまいましたね。これでモスクワまで一気に走られてしまう可能性があるので、戦線の立て直し、急いで行います。もう守る兵力がほとんどないので、このまま放っておくとですね、モスクワまで走られてしまうので、まずは兵力を回しましょう。はい。ではですね、非常に厳しい戦線、戦況、続いています。まあ、中国が崩れ始めたことによって、トルコ、そしてこのロシアのポーランド戦線までもが、大きく崩れ始めているという状態ですね。部隊をですね、交代させるのももうここまで戦線が伸びきってしまうと難しい状態なので、まあ、付け焼き場的に部隊を回していくという戦い方になっているので、まずはですね、しっかり突破された戦線の補修を行って、これ以上敵の進撃を許さない。まあ、そういう状態を作りつつですね、モルドバ、これをさっさと下して戦力をポーランド戦線の方に戻していく。この作業を行っていきたいと思います。その様子はですね、次回プレイをしてお届けしていきたいと思います。今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。フィンランドにもアメリカ軍上陸してるし、トルコはもうこんな感じで半数以上失われているし、中国の方もどんどん戦況が悪化しているっていう状況ですね。